基本的に言ってマレーシアの警察よよくやりましたよねそれからあのマレーシアっていうのはその、地理的にも政治的にも微妙な立ち位置で、北朝鮮に対しても気をつかなきゃいけない立場なのに、危険が侵害されて、自国のコラムプール、首都の空港で、えー、外国人というのも人が殺されたっていうのは決して雑誌し,しないで、きちんとその北朝鮮、お前だというふうに指名したっていうのは、よくやってると思いますよね。ねあえて言うともう本当も、本当に日本もこういうふうにこうビシッと今後もやりたいですよね。 であの、その上でね今日お話したいことの一番の眼目、うん、はこの暗殺の手口というかその細かいことではないんですこれはあのたくさん報道されてて多少興味本位の話も含めていっぱい出てますよねでも最大の問題はなぜ今自分の実の兄弟を金正恩委員長がそらくは支持して殺さなきゃいけなかったのかその動機です、ね、で常識で考えるとですねこれ動機がないんですよ。うんなんでかというと、といいうう金金正恩さん人は、今の 金正恩院長のお母さんが違うお兄ちゃんですよね。で長兄ですから長男なんで儒教、はい、の,の国だから普通はその人が後継者になるはずが、はい、なれなくてその一番性格が激しいってその通りですけど金正恩さんっていう末っ子が北朝鮮の中ではほとんど名前も国民に知られてなかった人が今実は独裁者になってるわけですよね。であのこの正ム・さん金正ムさん、えー、キあえてオさんですね。 この方をずっと中国が保護してきてでそれをおキム・ジョンウンさんは非常に気にしててつまり中国がいざとなったら自分を切り捨てて,てこの中国の言うことを聞いてくれるこのお兄さんのキム・ジョンナムさんを、えー、トップにして体制変換やっちゃうんじゃないかということをずっと気にしてたでところがその最盛期っていうのはキム・ジョンウン委員長が就任してまだあの今ほど日がたってない2012年頃であってでそ,のその頃も含めてその暗殺の動きがあって。 中国の警備隊に阻まれたりあるいは金ムジ・ジョンナムさんがお兄さんのメンツを捨てて助けてくれっていう手紙を直接送ったり、ね、ところがですね時代が変わって最近この金正ジョンナムさんに対するね、ム・マサさんと書くこの人に対する中国のガードがこうもう緩くなってるっていうのは周知の事実で、えー、つまりもうあのそういう警戒心を持つような状況じゃないともうアテンされてないと金正恩さん自体が。で 本当は殺されるかもしれない一番の人は他にいてですねこれ違う書き方もあるんですけどここの部分は違う字で書くこともあるけどキム・ピョンイルさんっていうんですでこの人はキム・ジョンウンさんのおじさんです。おじさんっていう意味は今のキム・ジョンウン委員長のお父さんがキム・ジョンイル総書記ですね、亡くなったその人の弟なんですよ。 あの僕も会ったことはないですけど写真は山のようにあってですねなんでかというと大使なさってんでですすよで今チェコの大使ですだからある意味外交部隊に出てくることがあるから写真があってですねそれは本当にあの金一族の支配の初代の,あのキム・エルソン国家主席、はいはい、日本に言ったら金日成、はい、この人と一番似てるんですよそれからあのこれは外交に出てきたからみんなが実力分かってて一番人柄がよくて頭もよくて、まあ、見栄えもいい 背も高い、ね、あのさ,さっきのこの書いた金ム・ピョンリさんが。でこの人を警戒して殺したんじゃないかってずっと言われてたんですがそうじゃなくてもう警戒しなくてもいいこの金正男さんをなぜ殺したんだというのがインテリジェンスも直後から一番関心を持って情報を集めたところなんですよ。でこの背景もちろん僕もまだ途中経過っていうか僕国会議員としての僕もあるいはあの日米の情報機関日英米特に日米ですねの情報機関もまだ途中,途中ですけど。 これは分かりませんよ、分かりませんでした、実際攻撃があるかどうかはもう全く何とも言えないですけれども、あるともないとも言えないけど、間違いないのは、えっと、まず今日2月の20日ですか、だから今からちょうど10日前の2月10日金曜日の早朝に、えー、これはあの決して名前を言うことはできないです、も爪剥がされて拷問されても言うことはないですけど、あの極めて責任ある立場の人から、いやまず僕はその人に、私を早く北朝鮮に行かせてくださいと、拉致被害者を取り返す交渉のために。 それもアントニオニョクさんのようなもちろん形じゃなくて、担当外務省と話し合って、そして総理の親書をいただいて、国会議員ですから特使として生かしてくださいと、ね、いうことを順々と話をして、したらですね、突然おっしゃったのが、いや、実は違う動きがあって、今、青山さんが出せる状況じゃないと、ねあの、そもそも総理は慎重だけれども、それ以外にも事情があると言われたんで、あの何ですかとは聞かない、何ですかと答えて答える人いませんから、でもあれこれ聞いてるうちに、ですね要するにあの、やがて名言があったのは、はい あ実は米軍が陸海空と海兵隊の統合作戦で、ねえー、これはよく言う斬首作戦ってやつなんです斬首,首を切る、ね、一般的によく言うんですよ特にネットでは言われてますけど、うん、これに近いものを具体的に準備してて実行するかどうかはトランプさんの判断で誰も分かんない実行しないとおもう思うししかし実行するかもしれない状況だって一番早ければ3月だと、うん、それもあの米韓の合同訓練とかがあるんですけど、えー その訓練からそのまま実行に移される可能性だってあってって言われたから僕はこの,この責任ある人がそういう言い方をするのはまあ初めて聞いたんでこれはあの北朝鮮も把握してるっていう意味ですよねって言ったらそうですそれはそうなんですよ特に日本はスパイ保障がないからねこれはあの日本政府の側の人としまう人は日本政府の側がそれ把握してるってことは北朝鮮のスイムズまで巡らしたあの工作機関のネットワークには大体引っかかってきますということはですよ。とということは もしその斬首作戦が実行されて、金、えー、金正恩委員長に何かあったとしますよね。何、ねはい、かあったとすると、急に北朝鮮は民主主義になるんですか急に選挙やるんですか全く無理ですよね。普通だったら軍が支配するんですよね。ところが軍も今、金正恩さんの手によってほとんど殺されてますよね、上の。指導層はほとんど殺されてしまってるから。えー、そうすると、金正恩委員長がこの情報をご存知だとしたら、考えられるのは、金一族の中で、金一族の中で誰かを持ってきて首のすり返し,して。えーえー 実質中国とかアメリカとかが加わって日本も加わって国際監視団で国際コントロールした政権するんじゃないかと思うじゃないですか思ってる節がやっぱりあってですねでさっき言ったキム・ピョンイルさんの方はこれ完全な監視官に追われてるんですよある意味大使館だから監視しやすいですよねところがキム・ジョンウンさんの方はねかつて中国に保護されたこともあるお金もあるからあちこち行くじゃないですか、ね、そうするとそのあにふっと韓国に入られたりすると、ね、ひょっとして手が出せないこともあるかもしれないから 殺害しておこうと,なっ,たとなったんではないかという話があって、これ、何を言ってるかというと、拉致事件についても、うん、いわば解決につながる可能性もある事態が進展してて、これあの、拉致会社が救出できる状況になったとしますよね、北朝鮮が混乱したために。その時に、アメリカ軍に助けてもらうんですか、今そうなってます、それでいいんですか、ね、南スーダンも含めて、僕はこういうことにむしろ徹するべきだと、だから当然、自民党の議員としては言ってはいけないことを言うと、救出作戦の演習すべきですよ、訓練を。 そうしたら、自衛隊がひょっとしたら来るかもしれない、安倍政権はやるかもしれないと思ったら話し合いだけでも変わるし、今、その,あの作戦の可能性があるなら、余計に日本は今できることをしとかないと、怒ってからじゃ遅いんです、はい、これが一番重大な話なんですよ、はい、あのこれは岸田外務大臣、一年生ごときは言う話じゃないけど、よくおやりになったと思います、はい、つまりあの背景に明らかにその北朝鮮について、はい、今まやと違う状況がトランプ政権のもとに生まれつつあってですね。その下でその中国が、はい 北朝鮮を変なふうに守ったりしないということをある程度ですけど確認できたというのはあの意味があるんですよ、意味があるんだけどそこは僕、客観的に評価しますけど反面、さっきの日中外相会談と話が一致しているわけですよね、いわばそれを裏打ちしている形なんですけれどもあの要は北朝鮮の経済の最大の問題の1つが外貨がないということですね。で北朝鮮は工業生産力も農業生生産産力力もも農 大きく失ってる最近ね農業は天候に恵まれてねつまり北朝鮮でいつも冬の寒さが問題なんですけど今年それ緩かったんで食料生産は若干好転してるんですけれども工業製品はほとんど作れないんですよ。ということは外国から買わないといけないんですよねその外貨がないでその外貨を得るために中国にすごく質の悪いこれ「タンっていうんですけど燃やしてもらっちゃ困る石炭を売って中国それ買い叩いてそれを発電所で使うからむちゃくちゃな空気が日本に襲ってくるわけですよ。 だから今日あのいい天気なんですが本当に空は青いですか、ね、あの皆さんねこれ本当に中国からね遠い国に行ってください例えば南米とかねそこまで行かなくてもあのヨーロッパとかで見ると本当の青空はこうだった僕たちはもうそれ忘れてるんだと東京でこうですよ中国にも,もっと近いその九州だったらねやっぱり晴れててもこの程度の曇ったような感じなんですよこれ間違いなく中国からたくさんの汚染空気が送られてきてて日本はそれに対し飲んでるわけですよね。 でその原因の一つが、この安い石炭を使ってあの発電することで、二重三重に困った話で、だからこれ、中国買うのやめてくれと、輸入停止っていうのは中国買うのやめるって意味ですよ、でも、年内はやめるって言っただけですよね、これ、今の人権を抑圧した北朝鮮の独裁政権が続く限りは、これ、二度と買わないって言わなきゃいけないのに、中国も独裁政権だからそう言えないんですよね、それからもう一つ、いつも言ってる通り、中国の骨よくわかるのは、この汚い顔で申し訳ないけど、この僕の顔が中国とすると、この喉が朝鮮半島でね、 のどぼとけまででが韓国ですよねでこの下にこのがっちり日本がいてでそれ全部こうアメリカと仲いいじゃないですかで中国頼みになるのはこののぞぼとけとこの間のこの部分ですこの柔らかいところが北朝鮮なんです、ね、この地帯を失うわなきゃいけない中国はここまで日本やアメリカの勢力が来るのは困るわけですよ、ね、だから北朝鮮はどうしても守るから本当は石炭を買うよりもっと問題になるのは原因をパイプラインでそのまま北朝鮮に渡してるんですよ、ね、そこのバルブを閉めてもらわないと 本当の制裁効果は上がらなないっていとうことなんです。だから日中外相会談で王毅外務大臣は岸田外務大臣を歩み寄ってくれたけれどもそういう見せかけに騙されちゃいけないっていうのも一方で真実なんです。